はい、ようこそいらっしゃいました。世界放浪スプレーアーティストサニーです。今回はですね、上級編の、ビルですね、都会の街のようなビルの風景を描いていきたいと思います。で、まあ上級編なんですけど、今回はシンプルな色使いでいきたいと思います。まあ、僕本気っていうか、まあやるときは結構いろんな色を使ったりするんですけど、まあ、今回はちょっと、抑えめの色で神秘的な感じを出していこうかなと思って、この色ですね、紫青水色と、まあ、いつも白黒透明を用意しました。で、まあ、透明は絶対必要になってくるんで、用意してください。上級になってくると透明は持ってると思うんですけどね、まあ、この6種類でやっていきます。で、まあ、卒業に絶対用意してもらいたいのがスクレーパーですね。これでビルを描いていくんで、用意しておいてください。まあなくてもできなくはないんですけど、できなくはないんですけど、まあ、これが一番綺麗にできます。で、大小惑星2種類描いていきます。で、上下ですね、まあ、いつもの感じです。もうこの辺はいつも使うんで、まあ、上級になってくるともう持ってると思います。ではやっていきます。いつものように場所を決めますね。とりあえずこの辺かな、まあ、これ慣れてるんでね、初心者みたいですけど、で、まあ、こっちからやっていきます。見えるかな、この辺青紫黒白で、くしゃくしゃにして、もう一丁いくかな、何かな。今ここに光持ってこようと思うんで、光かけですね、この辺でいいかな。飲ますか、うん、で次こっちですね。ここは、まず白、水色、青で黒、で黒なんですけど、下はちょっと濃いめでいいんですけど、上は薄めに吹きつけてください。じゃないとこの辺色薄いんで、黒が多すぎると汚くなるんで気をつけてくださいね。まずね、で光と影をつけて蓋をします。で、ビルの色を出すのにあらかじめ下に色を塗っとかないといけないんですけど、ちょっと今回はこの色の塗り方でどんな違いっていうか表現が生まれるかっていうのを比べていきたいと思うんで、右半分と左半分で塗り方を変えます。で、右は紫と青を交互にしましまに、で左は紫から青、水色のグラデーションでやっていきます。で、全体を黒くして、こういう細かいところはちゃんと気をつけてくださいね。上級者なんで大丈夫と思いますけど。で、まあ、ここに星雲みたいな感じのちょっと神秘的な光を持ってこようと思うんで、周りから青、紫、青、
水色。紫ちょっと少ない。で白。でもまあ中に行くにつれて範囲が狭いんで出しすぎないように気をつけてください。長いですね。で星。で背景完成です。でここからフィルを変えていきます。でまあ僕今回ちょっと東京っぽい雰囲気を出そうと思うんで、まず、まあ、都庁みたいなやつですよね。変えていきます。でこれをつけて、横にスライドさせて、で斜めに引く。これでまあ立体感のある正方形っぽい、正方形、まあ、まあ四角ができますよね。まあ、都庁なんで真横に並べちゃいますか。こんな感じですね。でビルの形なんですけど、まあ、好きなように作ってもらっていいです。例えば斜めになったりとか、なる先っぽ尖らしたりとか、まあ、好きなビルで、まあスプレーアート神秘的なんでね、ちょっと近未来的な形にするとより雰囲気が出ると思います。こうやって、まあ、どこにあるか分かんないですけど、どっかで見たことあるようなビル作ったりとか、まあまあ僕はこれ新宿都庁なんでね、ドコモタワーでもつけようかなと思うんですけど、まあ、こんな感じですよね。はい、まあ新宿って言っときながら僕はここでレインボーブリッジです、まあ、日本の夜景代表って感じですよね。レインボーブリッジ、そんな難しくないデザインだったと思います。一応このメインのビルの半分ぐらいですね、半分ぐらいの高さのところでちょっと太めの線、細めの線2本、こんな感じです。あれ、まあ、無造作にスプレーやった、透明でスプレーしたんですけど、乾いてくるとこの、まあ、もうこっちとかちょっと 出ちゃってますけどね、うまくビルが出てこないんで、まあ、適宜透明スプレーして濡らしてあげてください。でここから次は適当です、適当です。もう当てて上下にババババってずらしていく感じです。こんな感じですね、波打つように。でこれがまあ中小企業ビルですよね、まあ、これが大企業ビルだとしたら中小企業ビル群を作って、で、まあ、この辺はアパート、マンション、一軒家的な感じですね。で、まあ、まあさっき橋、レインボーブリッジを作ったんで、ここにまあ鉄橋的なやつを書いて、まあなんていう名前か知らないですけど、吊り橋吊ってる感じですよね。やります。でこれもまあ乾いてくると線がうまく出ないんで、乾いてきたら透明をかけてください。まあここですね、この角っこを使って箸を散ってる感じをワイヤーですよね、出していきます。で、まあ、箸があったら水がありますね。に定規を当てて、まあこの水、海の部分透けないように作ってもらっていいんですよ。それに黒、僕黒しましたけど黒じゃなくてもいいし、で真ん中の部分っていうか、まあ水の感じも
こんな感じでやるのとか多分 YouTube とかでよく見るんじゃないですかね。まあ、こんなもんですが、僕はこれよりもちょっとリアル感出すのに、この惑星があるんで惑星の感じを反射させる方が好きです。さっきこれ青と紫使ったんで、ね、青と紫で、これはまあ水色青ですよね。まあ、完全に再現する必要ないんですけど、で、まあ、ここは白く光ってるんですけど、まあ、周りのちょっとしたぼやっとした感じも出しますかね。あんまりこれさっきみたいにブワーってやっちゃうともう区別つかなくなるんで、この辺で押さえておきます。で、指で押してやると、まあ、うっすらと分かりますかね。まあ、先下に塗っちゃったんでね、ちょっとあんま分かんにくくなっちゃったんですけど、水面に反射してる感じが出ると思います。で、惑星を取ってよし、まあ、この光ですね、ここを中に光らしていきます。これ垂れないように気をつけてくださいね。噛んじゃったけど気をつけてくださいね。で、最後に惑星、ここスペース空いてるんで足しちゃいます。まあ角っこに自分のサインでもしましょうか。上級者なんでね、これできると確実に売れるようになりますよ。以上っす。どうですかね。まあ、難しいですよこれ。はっきり言って簡単なように見えるかもしれないですけど難しいんで、もうかなり練習しました。なんですけども、これかなりパフォーマンス性高いんでね、まあ、なんすか、下に色塗って全部黒くしたと思ったらいきなりビル出てきたみたいな、これもワオポイントなんで、まあ、しっかり練習してマスターしていただきたいと思います。以上です。